チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。とうとうやってきました。というかとうとうまだやってきてないですね。とうとう、解禁されましたソニックザヘッジホッグのコラボクエスト概要なんですけども、さすが初めてのモンスターハンターライズ外部コラボ、セガさんとのコラボで、ソニックとコラボするんですけども、ソニックになりきれる重ね着装備が登場。ソニックザヘッジホッグとのコラボクエストが11月26日金曜日に配信決定ということになりましたね。だから今週じゃなくて来週ってことですかね。来週の金曜日なんで、直近じゃ直近ですね。ほぼ10日後といったところでございます。ソニックザヘッジホッグとのコラボクエストが2021年11月26日金曜日に配信決定。今年30年を迎えた世界的な人気ゲームとの注目のコラボクエストにチャレンジしようなんだけど、これさ、下の方でねコラボ紹介映像あるところで止めてるんですけど、実は結構いいんですよ。今までの自社コラボよりも明らかに内容は豪華なんですけども、これ一部の人にとってはめっちゃ嬉しい情報がございます。ソニック・ザ・ヘッジホッグのコラボ紹介映像。これ途中で止めてるんですけども、今回はですね、なんと、コラボ重ね着が3つ。今まではね、ちょいバラバラバラと、オトモ・アイル・ガルク・ハンターっていう形で来てたんですけども、今回は、3人とも、全員分の、コラボ衣装が、ゲットできるわけなんですけども、この真ん中のハンター見てください。これですね、下の方見てもらうとわかるんですけども、ハンターさん、頭装備を、装備していないんですよ。あ、だから自社コラボの時でもあったっちゃあったか。ストーリーズの時と同様ですね。豪鬼とか、魔界村のアーサーとかは、全身重ね着だったんで、ちょっと、同じ重ね着でも、おしゃれ重ね着としては使いにくかったんですよ。特殊なね、エフェクトとかがあったんで、そういった点では仕方がなかったんですけども、これ、頭装備外してるってことは、全身重ね着ではないってことなんですね。とりあえずちょっと進めていきましょう。特別なイベントクエスト2つ同時配信という形になってます。フィールド上のリングを集めるクエストなど、クエスト中の BGM が変化する2つの特別なイベントクエストが登場。ソニック・ザ・ヘッジホッグの雰囲気を味わえるコラボならではのクエストにチャレンジしようと。ソニックが大好きな人にはたまらないということなんですね。で、これ見てください。これ、リング集め。これ、どれぐらい、どういう、システムになるかわかんない。最初、ただ、金色点灯。金色点灯だっけ？金色のポイントになるテントウムシ、いるじゃないですか、モンスターハンターライズに。その、テントウムシをリングに変えただけなのかなって思ったんだけど、これ、こんなところに、こんな数のテントウムシ、こんな何枚 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。9匹もテントいたとこないから、おそらく、専用の、システムとして、退社後に、このリングが出現するんだと思います。で、ただ出現するだけじゃないと思うんで、クエストクリア、前にもなんかのコラボであったよね。アイテム集めクエストがあったけども、このリングを全部集めるクエストなのかな、と思いきや、おそらくね、この右にいる、ナルガクルガちゃんと、これ退社後だよね。水没林じゃないもんね。そうだよね。え？これ水没林か？違うよな。一瞬わかんなくなっちゃった。で、多分同じクエストだと思うんですよ、ここが。大社跡のクエストと、おそらく溶岩洞のクエストの二つになると思います。なんで、もし、討伐対象がナルガクルガであれば、このリングっていうのがまた別の効果を発すると思うので、ちょっとここ気になるとこですね。リングを取れば取るだけ強くなるとか、そういう感じなのか、まさかと思うけど早くなるってことはないと思うんだけど、ハンターが早くなるだったらちょっと面白いですね。そして、ソニックやテイルズをモチーフにした3つのコラボ装備が登場ってことで、先ほど言った通り、ガルク、オトモ・アイル、そしてハンターなんだけど、見てくださいよ。ハンターのこの装備を、タコスケ君はね、女子キャラを使ってるんでこれなんですけども、腹出し、なんつうの、こういうの、ウエストカットじゃなくて、この、なんつうの、スタイリーな上着に、ぴっちり系の、スポーティーパンツ。これが、バラで手に入るという、素晴らしい。ってことはよ、ただどうなんだろうね。腰と
足と胴と腕がどうなるんだ。え、二箇所セット防具とかになったりすんのか。二箇所セット防具はさすがにないよね。胴、腕、足、腰で頭が別みたいな、そういう装備になるのかな。いやでもそうなのはなるとは思わないんで、ここの腕のところにジッパーみたいなの見えるんで、もしかするとこれ半袖スタイルにできる可能性がある。まあモンスターハンターって装備によって実は、あ、ライズはわかんないけど、ワールドの時は装備によって重ねた時におかしくなるような、あの装備の組み合わせだと、ちゃんと、見栄えが良くなるように、ちょっとだけつなぎ目が変わったりしてたんだよね。だから今回はちょっとこれわかんないんだけど、これ半袖になる可能性がありますね。ちょ、衣装大好きマンとしてはこれは見逃せないところ。そして、もしかしたらシューズが手に入る可能性がある。これシューズ手に入ったら、それはそれでいいですね。で、スパッツもゲットできると。まあ、ここをね、あの衣装系ちょっと語らせてもらうと、衣装派としてはね、これ悩ましいところなんですよ。腰にスパッツが入るか、足にスパッツが入るかで、腰装備の切り替えが変わってくるんで、ここちょっと気になるところですね。まあ、ちょっとあの、ここはあの、重ね着系の指揮者の話を少し聞きたいところ。で、お供アイルとソニックの相性は非常に良さそうでございます。コラボクエストをクリアすると、お供アイルの見た目がソニックに変化する重ね着装備や、ソニックやテイルスをモチーフにしたハンターと、お供ガルクの重ね着装備が手に入る。重ね着装備は、装備中の防具の性能はそのままに、見た目だけを変更できるので、新米ハンターから熟練ハンターまで幅広く活用できると。まあ、モンスターハンターライズ今更ですけども、防具としては、やっぱり出てこないみたいですね。今回は、外部コラボ、初の外部コラボってことで、もしかしたらってのあったんですけども、とりあえずここの情報においては、まあ、要はスキルが載っている装備っていうのは来てないみたいです。そして、ハンター重ね着装備、ソニックウェア、オトモガル、カラコラコラコラ読んだわ。で、これですね。まあ、これ、こっちだ。こっち。名前が出てこない。まとまるくん。おそらく上のリングを集めるクエストと2つあるって言ったんで、このまとまるくん、あれなんだっけ名前こいつ、まとまるくん、お、おダメだ、もうダメだ、これが40の壁か。まあさておくとして、このまとまるくんが出てくるんですけども、おそらくだけどこれ豪気ストリートファイターコラボだよね、確かね。激強ラージャンちゃんが来たのなんで、今回も激強まとまるくんになる可能性があります。激強まとまるくん。このまとまるくんはね、めちゃくちゃ、まあ、なんつうの、ランクの問題でそんなに強くないじゃないんですけども、実は一部では、そのまま性能が強くなったら、めちゃくちゃ強いモンスターなんじゃないかって言われてるんですね。まあ、軽快なローリング移動と、なんかよくわからない、なんだっけ、青柱と同じタイプなのに、なんかカバディカバディして高速移動したり、で、麻痺した。麻痺攻撃なんかを持っていて、まあ、そっからの火力次第では、まあ、即死、ハメコンボみたいな形になるモンスターなんですよ。なんで、もし今回激強くんが来た場合、激強まとまるくんが来た場合、かなりの強敵になる可能性があります。ここをちょっと楽しみにしておきたいところ。で、お供重ね着装備なんだけど、これもね、ちょっと、これ見てください。カオスエメラルドのパワーでスーパーソニックに変身なんだけど、まあ、どうなるか、どうやってやるかっていうと、またたび玉使用時にスーパーソニックに変身できるんですよ。これが個人的には嬉しい。なぜか、またたび玉の使用時間というか、使われている時間、使用期間、わかりにくかったんだよね。私はね、使い慣れてる人はそうじゃないかもしれないけど、ピンク色の煙が出て、動きが、ちょっと見た目もなんかオーラみたいも出たっけかなって感じなんで、目の端で追ってると結構わかんなかったんだけども、またたび玉を使った時にスーパーソニックに変身するけど、このすごい演出とともに、見た目ががっつり変わりますんで、これまで、なんかまたたび玉使ってるけど、効果あるんだかどうかわかんないんだよなって思ってた人は、このソニックを使うことによって、またたび玉の効果時間が非常にわかりやすくなる可能性がある。これまではちょっとね、実際試さないとわかんないけども。でも、個人的にはちょっとこれ嬉しいので、お供は月野からソニックになるかなと思われます。で、そして初の、アイテムというか、報酬置物ですね。見た感じかなりリアルな感じになっています。これもしかすると、だからコラボの記念品みたいな形で、今後も外部コラボなんかではゲットできるようになるんですかね。と
いう感じですかね。結構、重ね着だけだったりしますけども、報酬は、こういった細かい、気になるところがね、たくさんあるコラボとなっております。まあ、あとはね、やっぱクエスト自体の、面白さっていうのはね、ライズにおいては注目されるところでございますから。あ、で、一応言っとくと、もしかしたらこれはだから、わかんないよ。私のあくまで初見だから、もしかしたら、なんか頭装備オフにしただけだと、こういう状態で全身重ね着の可能性もまああるかもしんない。そこだけはちょっとご注意いただきたしといったところは。というわけでね、初のモンスターハンターライズ外部コラボ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ、やってまいります。という速報でございました。それでは、誰も知らないカリード、イカレタコスケでした。っていう。